と物情報であふれたこの街、仕事、恋愛、ファッションを乗りこなし、日々語らい、時にぶつかりながらも生きる、かっこいい4人の30代独身女たちを描く、オセックス・アン・ザ・シティ。ストール通りに行きます。投げちゃっていいよ、外で。ここで DVD かな。おっさん、ヒゲ伸びちゃう。お待たせー。あー、お疲れいしょー。お疲れいしょー。イエーイ。ひとみとタイプはまだ来てないみたい。先に始めちゃう。すいません、はい、赤のデキャンタグラス4つで、あとチョコレート盛り合わせ。かしこまりました。ゆう、ちょっとこれ見て。やだ、なに、チミチュール、かわいい。どうしたのこれ。買った。あ、そうなんだ。かわいいね。あれ、バッグも楽しくない。わかる。わかる。どうしたのそれ。買った。そうなんだ。買ったんだ。ママ。ママか。お疲れいしょー。キラボシ。お疲れ様。キラボシ。お疲れいしょー。キラボシ。やっちゃった。超照れるね、これね。照れるしね。私死ぬから。ブスー、お前ブスー。何、あんたに言われたくないわよ。ちょっとやめてよ。ひとみは相変わらずクールだね。さすが。クール担当。何やそれ。キャラよキャラ。こうして4人集まって女子会やってるんだから、なりきりセックスシリーでやりたいじゃない。わかるだよね。何それ。あんた何担当なんだよ。私はほらセクシー担当よ。セクシーって自分で言ってて恥ずかしくないの。ノリだよ、ノリ。ノリが大事なのねえ、リカ、うん、リカ。あんた鉄が美しいとかで鉄味でしょ。うんちょ、お前本気を言うなよ。それぞれの得意な分野を生かしてキャラ付けするの。私はほらキュート担当。得意な分野。そう、だから私はセクシー担当、ユーはキュート担当。私得意なことって替え歌とかなんだけど。替え歌担当とかないから。もうそれ全然セクシー生理っぽくないじゃん。じゃあ私ね、ゾンビ担当。ゾンビ。私ゾンビ大好き、ゾンビマニアなの。もう全然ありえない。ゾンビとかないから。もうもっとさ、クールとかインテリジェンスとかあるじゃない。でももうセクシーとキュートとかのやつらピンとくるもんないもん。でもだからって変えた、ビンゾー。まあまあまあいいじゃん、とりあえず乾杯しようよ。乾杯。じゃあ、4人の声。女子会パン、私こういうのほんまや。乾杯。ひとみ、行くね。私もそう、元ホスト。なんでそれに捕まるかね。違う、ユウがそういうの大好きなのよ。むしろ自分から飛び込んでいったんだよね。なんか前もそんなんじゃなかった。こないだのは元ヤクザ、その前は密入国の元中国人。元中国人何人だよ。あ、でも私わかるわ、そういうダメな男についていっちゃう感じ。私わかんない。私もパスする。ほんとダメ男好きよね。私そういう男絶対無理、蹴り飛ばしてやる。え、ちっちゃな。俺、お前のことがおかしいよ好きなんだ。今おかしいよ。やめて。ずらったりずらった、大丈夫ね。私そんなに軽い女じゃない。おい待ってくれ。離して。あ、待って待ってくれ。ゾンビかよ。お待たせ。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあ仕切り直し。仕切り直し。あのメタちょっと行くな。私はなしだな。でもさっきからあんたのことばっか見てるわよ。ないな。都会ってちょっと上機嫌になってない。なってないっつーの。そんだけ度数の高い格好してるよね。そりゃ私はセクシー担当ですから。私キュート担当。よろしく、ゆうた担当。私ゾンビ担当。そこ二人が揺るがないんだよ。ねえ、なんか食べない。お腹空いてきちゃった。バカリー。食べたくて食べた。